初心者さんでも簡単、初めての俳句の作り方、講師の札幌俳句クラブ主催、瀬戸ゆり子です。私は対面やオンラインで俳句を学んだり、句会を楽しんだりする大人の部活である札幌俳句クラブを主催しています。また、札幌を拠点にしてカルチャースクールの講師や、オンラインではセカスクというオンラインスクールで俳句の講師をしております。今日は俳句の知識がゼロという方や、これまでお一人で俳句を学んだり、ご自身で俳句を独学で書かれてきたという方に向けて、俳句の基礎知識や俳句を作っていくヒントとなる3つの方法をお伝えしていきます。それでは早速本編の方に行きます。まず俳句とはということで、俳句の基礎知識をお伝えします。俳句は五七五の17音をリズムを持つ短い詩です。また一句の中には一つ季節を表す言葉である季語が入ります。五七五の17音で一句の中に一つ季語が入る、こちらが俳句です。少しぐらい、文字数が多くなっても構わないのですが、初心者の方は俳句のリズムを身につけていくためにも、まずは五七五の17音を意識されながら作っていかれると良いでしょう。文字の数え方には、ルールがあります。小さいやゆよ、例えばきゃきゅきょ、ちゃちゅちょ、にゃにゅにょ、しゃしゅしょといった音は1音というふうに数えます。また伸ばす音、小さいつ、こちらも1音というふうに数えます。例えばチューリップ、チューリップは5音というふうになります。慣れないうちは指折り文字を音を数えながら確認していかれると良いでしょう。次に季語についてです。季語は春夏秋冬新年の5つに分類されます。どのようにして季語を学んだり知ったりすれば良いのかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、それにふさわしいというか、ね、持っておかれると良い本があります。歳時記というものです。歳時記は、季語を分類し、季語の説明とその季語を用いた例句がいくつか載っている辞書的な書物になります。こちらは、秋ですけれども、一つの季節ごとに、分冊になっている、こうハンディーな、ね、文庫版のタイプの歳時記になっています。また、春夏秋冬新年がすべて一冊にまとまった、こちらは、まあ、オールカラーで写真なんかもたくさん入っている、こういったタイプの歳時記もあります。また、こちらですね、子ども歳時記、お子さんとね一緒に親子で俳句を作ってみたいという方には、こうした、お子さん向けの歳時記というのもあります。本屋さんや書店さんには、俳句のコーナーがありますので、そちらの方で実際にお手に取って開いてみて、使い勝手が良さそうだなと思うものを一冊選んでみてはいかがでしょうか。また、最初の頃はインターネットでも、季語を検索できますので、そちらの方で季語を調べながら俳句を作ったり読んだりして、そろそろ歳時記が欲しいなと思ったらお声求めになってみるというのも良いかもしれません。
歳時記は季節にも分かれていて、それぞれの季節の中では時候、天文、地理、生活、行事、動物、植物というようにさらに、細かく分類されています。例をいくつか挙げておきましたが、どれも生活に身近であったり自分の暮らしの中によく出てくる言葉というものが季語にはたくさんあります。もちろんご存じないような季語もたくさん歳時記には載っていますので、ご興味のある方は歳時記をご覧になって、そこから俳句の世界の扉を開いていかれるのもいいかもしれません。また先ほど言ったようにインターネットで季語の方を調べて、こちらの例にある俳句がいつの季節かなというのを確認してみてもらうのもいいかもしれません。はい、それでは早速俳句の作り方に移っていきましょう。まず作り方その1、産業日記から俳句を作りましょう。簡単な、産業の日記を書いてみて、そこから俳句17音にまとめてみようという方法です。まず出来事ですね。出来事を考えて、一文で考えてみます。今日朝ごはんにハムエッグを作りました。はい、ハムエッグを作りましたという自分ができました。そしてその出来事の中から印象に残ったり、あ、これ良かったなという点をさらに一行で書いてみます。ハムエッグとろーり半熟でできたよ。私は半熟の、ハムエッグが好きですので、とろーりいい感じの半熟にできた、これが良かった点、印象に残った点として一文にしてみました。そして最後に、今日の季節とか天候とか周りの状況といったものを一文で書いてみます。新緑、新緑は、初夏の季語になりますが、新緑の眩しい気持ちのいい朝でしたよということにします。これで3つの文章、産業の日記が出来上がりました。この中から俳句の中に入れたい、置いてみたい言葉をピックアップしていきます。まず出来事から、ハムエッグは省略できない、除けないのでこれは使います。そして半熟ですね、やはり半熟は自分の中の、大切なポイントなのでこれも入れたい。そして一句の中には、一つ季語を入れますので、新緑というのも使いたいところです。ではこれらを使ってちょっと一句、作ってみたいと思います。新緑からいきますかね。新緑のできました。こちら、新緑のとろり半熟ハムエッグ。はい、新緑のね、明るい緑が見えてくると同時にとろりとした半熟のハムエッグ、お箸を黄身のところに入れて、黄身がとろりと、黄色い黄身がとろりと、溶け出してきた、このようにこう色彩が豊かでね、明るい気持ちになる一句になったかと思います。ぜひ皆さんもね、何かこう産業簡単なね、日記を書き出してみて、このように一句に仕立て上げてみてはいかがでしょうか。はい、では作り方その2に行きます。作り方その2、パズルのように俳句を作りましょうということですね。俳句は575の17音ですが、これをまず757+5=12音のフレーズから作っていきたいと思います。コツとしては、この12音の中には季語、季節を表す要素は入れませんということですね。なので何かこう心の中のつぶやきですとか、ふっとこう会話の中で飛び出した言葉みたいなものを入れてみるとうまくいくかもしれません。例えば、最近いろいろと昔をこう振り返ることがあったりしたんですけれども、
恩師と言えるような人もいれば、まあ、父母、私はもう父母は亡くなっているので、まあ、父母との思い出をねこう振り返ってみたり、まあ、あるいは、まあ、恋なんかもいくつかしてきたなとか、うん、人生の中ってなんか忘れられないね人が何人もいるよな、あ、忘れられない人がいる、12音になりました。こちらの忘れられない人がいるというフレーズを使って俳句にしていきたいと思います。こちらにどんな季語がいいかなということを考えていくのですが、まあ、例えば秋、ね、秋は物を思う秋ですから、秋、季節が秋だったとすると、まあ、秋の風なんていうのありかなと思ったとしましょう。そうしましたら、はい、できました。秋の風、忘れられない人がいる、ね、やはりこう風に吹かれると何かこう寂しくなったりとか、何かこう物を思うようなきっかけになりますよね。そんな秋の風に包まれてちょっと人恋しい、あの心持ちが寂しくなっているかのような、そんな光景が目に浮かぶ句になるかと思います。さらにちょっと今の秋の風で忘れられない人がいるだと具体的な映像がないので、少しぼんやり、雰囲気はあるんですけれども、ぼんやりした句になっちゃったかなと思ったとします。何か具体的で映像を持つような記号をじゃあ入れてみたらどうかなということで、上の語音を変えてみてみますね。例えばですが、ちょっと季節を巻き戻しますが、月見草、月見草は、夏の季語になります。忘れられない人がいる、ね、月見草は夕方にこうつぼみがパッと開いていく、お月様のような明るい黄色をした、花になりますけれども、まあ、それを見ながら忘れられない人がいると思ったとしますね。そうすると少しなんか先ほどよりはなんかツヤっぽいような、もしかしたら恋の思い出なのかなというような感じもしますし、秋の風よりはこう黄色いお花、ね、ですから、何かちょっと心が思い出して、ふわっと暖かくなるような、そんなような人を思い出しているのかなという心情も伝わってくる句になるかと思います。このように季語によってその他の12音のフレーズが伝えてくるものが変わってくる、こういうことをいろいろ楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。さらにさらに、忘れられない人がいるというのもより具体的にしていくことも可能です。例えばどんな忘れられない人だったのかなということで、なんか温泉宿に最近旅をして、そこにいらっしゃったおかみさんがね、とても素敵でね、お話しした時にね、いろいろなこうね、深い人生の機微を考えるような話しましたよ。そしてね、そのおかみさんのいろいろなこうね、手の動きというのがすごく印象的で、美しい手をねされていたななんてことを思い出したとします。そうなった場合、月見草の下の忘れられない人がいるをちょっと変えてみたいと思います。はい、こちらです。月見草、手の美しきおかみさんということで、ね、温泉宿で夜ね、月を見ながらこう泊まった温泉宿、そこで出会った、おかみさんとの交流、心の交流の思い出、それをこう読んだ句になるとぐっとね、
こう具体的になって、作者個人の、ね、オリジナルな句になっていくということを感じていただけたらいいかと思います。最初はね、ごく簡単なつぶやきから、出発して、何か違う記号がないかな、よりこう具体的につぶやきのフレーズを具体化していけないかなというふうに、句をこう改善していくことを遂行と言いますが、遂行していく、これも俳句の楽しみであります。いろいろなこう、ね、パーツから考えて、パズルのように俳句の言葉を組み替えていく、このようにして、ご自身ならではの自分らしい一句というものを見つけていかれると良いかと思います。続きまして、俳句の作り方その3です。よく観察して俳句を作りましょう。例えばですね、今回はバナナを例にご説明していきたいと思います。バナナを五感でよく観察していきます。見る、触る、嗅ぐ、聞く、食べるという感じの五感ですね。まず見る、黄色いです黒い点があります。まっすぐではなくちょっと曲がっていますね。こうやって見ると三日月のようでもあります。船みたいに見えたりもしますね。というふうに思いついたことをどんどんメモしていきましょう。そして触ってみます。触るとずっしりしてる、もみもみすると弾力もあります。じゃあ嗅いでみます。まあ、バナナの匂いがするんですけれども、ちょっとパフェっぽい匂いかな。なんか自分の記憶の中からね、いろいろ匂いをの記憶を引き出してみて、パフェの匂いがするなというふうに感じました。そして聞く、これを聞くのは難しいので、剥いていただいてかぶと噛んだりしてみてはどうでしょうかね。そうすると、まあ、ねちょとかハムとかムチムチみたいな音を感じることができるかもしれません。なんかその記憶の今ねちょっと噛みませんが、記憶の中からそのような語を引っ張り出してみました。そして実際に食べて口に入れてごっくんとしてみます。すると甘い、ね、あとバナナはね遠足でおやつに入りますかなんて、あの、ね、よく小さい頃疑問に思って、ね、質問した方もいるかもしれませんが、まあ、食べるとお腹に溜まってくる、そんなような、果物ですよね。じゃあこのように書き出したいろいろな特徴の中から、違うね、あの要素の中から一つ一語ずつ選んでみたいと思います。コツは違う、項目の中から選ぶということですね。あの一つの語感だけですとどうしても平板になりますので、ちょっとね、あの複雑に立体的に表現するために違う項目から、使いたい言葉を選んでいきます。今回は、私は嗅ぐと、聞くから選ぶことにします。では一句書いてみます。はい、できました。こちらです。ムチムチのパフェの匂いのバナナかな。なんかちょっと可愛らしい感じのバナナがね見えてくるんじゃないでしょうかね。こう童心に帰ったような感じで、こういう風に読んでみました。食べ物以外でもね、なんか虫はなかなかちょっと手に持つのは難しいかもしれませんが、果物以外の何かこう記号、物体、目に見える具体的なこう記号を読みたい時にはこのように、五感でいろいろ観察して、感じたことを書き出して違う要素から一つずつ組み合わせて五七五にしてみる、このようにしてみると、自分なりの、オリジナルな他の誰もが読んでいないような俳句に近づかせることができると思います。はい、以上3つの俳句の読み方をお伝えしました。ぜひ皆さんでチャレンジしてみてください。それで自分らしい俳句ができたら、ぜひどこかでね発表して、お知らせしていただけたら楽しいんじゃないかなというふうに思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。